郎、人生を変える出会い。こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャスト、 YouTube でお届けしています。北川先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということで今日はですね、7月20日ということで、皆さん何の日か分かりますでしょうか？あ、そういうことか、はい、北川八郎先生のですね、お誕生日じゃないんだけど、はい、おめでとうございます先生。あ、そうですね、早いですね。もう北川先生、これで27歳ですか？37歳。すごいですね、本当。77。もう全然見えないですね。記述ってやつじゃないですか、これは。77歳。気づかなかったですね。自分が70代に入った時も、なんか自分が70という意識はなかったんですよね。75過ぎて、はい、ああ、やっぱり70年も生きてきたんだと、うん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 。で、最近みんなから77になるって、記述って言われて、はい、なんかもう無理やり77歳を意識させられてるんだけども、ちょっと翻って、昔から40代ね、あの早川君ぐらいの年齢から見ると、はい、77って言ったら偉いじいさんやし、偉い長生きしてるなって感じが。どうですか、ご自身の感覚で。例えば40代の時からあんまり、あ、はい、まあ、もちろん精神面はあれでしょうけど、なんか感覚的にはあっという間とか変わってないとか、どんな感覚ですか、改めて。まあ、でも人生時間ってのは過ぎると早いなって感じはしますね、うん、遠くを見てると、はい、なんかあのそこに行くまで距離感がありますけどね、はい、だから30代40代とかだったらもう60がもう遥か向こうでしたけど、うん、まあ、まずね、船乗ってあの景色が後ろに飛んでいくように、うん、あっという間に周りの景色が後ろに飛んでいってしまいますね、うんうん、まあそういう感覚ですね。70っていうのは小舟、川の中の小舟に乗って激流を下るときに、うん、遥か向こう側に見えたこう松の木みたいな、はい、あんな遠くに松の木あるなと思ったら、あっという間に通り過ぎて、もう今振り返る時に来たって感じがするぐらい、うんうん、なんか神様が50代から70代の20年間の時代を抜いたのではないかというぐらい、うん、20年間どっか行ってしまったみたいな感じの速さですね、うんうん、何でも早いですね、うん、まあ、こう嫌なことしなんてありますけど、ただなんかその一方で、そう、先生もね、さらっとなんか年齢70代前半だと思ったらいつの間にかみたいな話も前もされてましたし、なんかいい意味で先生意識されてるのか逆にされてないのか分かんないですけど、なんか僕出会わせていただいたのは本当にまだ5年ぐらい前ですけど、その時からあんまりいい意味でですけど、年齢を言わないというか、あとなんかもう60代とか70とか、なんていうんですか、僕は70なんで、みたいな、つまり細かく年齢をあんまり言わない。でもそれはなんか年齢を隠したいとか気にしてるっていう意味じゃなくて、なんかあんまりこだわってない、いい意味で。なので若いのかなとかって思うんですけど、まあ、こだわってないというよりも忘れてるっていうかね。あ、じゃあ本当まだまだ好奇心がすごく強いっていうか。だから、なんでしょう、今好奇心がもう答えなのかなと思うんですけど、先生、まあ、なかなか質問される機会ないと思いますけど、改めてですけど、なんでそんな若いんでしょう。やっぱり見た目もそうですし、なんか、やっぱ変わってないですよね、全然。僕、出会った5年前から。やっぱ半分努力してますね。あの筋肉なくなるとやっぱ老けるんですね。はい、だから筋肉つける、そういう意味で歩くとか走るとか階段登るっていうのはもう、40代から徹底していますね。あ、フィジカルな部分ちゃんとやってると。歩けなくなると、老けるなって感じがしますね。同じ年齢の方たちで杖をついてたり、車椅子に乗ってたり、歩かなかったりしたって見ると、なんかもう、はるかに老けてるなって感じがします。あ、でも本当そうですね。なんか不運にもそう、なんかそのね、膝とかいろんなので歩けなくなっちゃったり、僕の祖母なんかももう亡くなった祖母もですけど、やっぱ80代ぐらいまで元気だったんですけど、あることがきっかけで足くじいちゃって、で、その後やっぱりこう行ってしまうのが早かったですね。どんどんみるみるうちに衰えたら、人間ってやっぱ歩く。まあ、動物っていうように。もう一つはね、やっぱ70の話をすると、はい、やっぱあの体調を整えるって面での体調を整える中の、やっぱ腸を整えるということはずっと意識してきましたね。ああ、先々週ワクチンの時も言ってましたね、先生。はい、あの、断食した時に一番最初に向こうからもらった、断食すると物食べないじゃないですか、胃、はい、とかな。その時に一番なんか内臓の声を聞けたのは腸を大事にするということだったんですよ。うんうん、だから洗浄して腸をきれいにすると
非常に精神的に安定するということを学びました。体験上ね、はいはい、断食で教えてもらったんですよ。それ以来こう腸を大切にするということは別に言えば、うん、まあちょっとこれで言いにくいんですけど、美しい便が出る食べ物を食べ続けるっていうのが、はい、そういう努力をやってきましたね。なんか変な話ですけど、まあ、僕も先生のお話をこう聞かせていただいているあの端くれのものとしてできるだけ実践してるんですけど、ただとはいえやっぱりたまにね、まあ、大崩れはもうほぼないですけど、崩しちゃうことあるんですけど、なんか誕生日にふさわしい質問がわかんないですけどでも先生もとはいえ、まあ、僕よりは遥かに上を、ね、ずっとされてますけど、とはいえたまに崩しちゃうことってあるんですか先生。あります、はい、ところはね、たまに崩すと体調が狂ったり、まあ、それから例えばお肉食べることはないんですけど、肉汁みたいなのと、はい、まあ、臭くて食べれないとかいうに、うん、あ、これは自分の体質が変わっててもう合わないなっていうことが分かるから、もう手を出せないんですよね。そもそも別に取りたいとも思わないってことです。 なっていくといや、頭の中では取りたいと思うけれども、食べると食べれない、それが胃が痛んだり下痢したりするっていうことを体験してるので、うん、もう、はい、それを手にしないって言いますかね。最近ビールもなんか飲めなくなったんですね。ちょこっと舐めたらもう、ね、あ、もういいやっていう感じで、うん、あんま飲むと、あ、下痢するとか、あ、もう体が、下痢っていうのは体が嫌がってるっていうことで捉え方をするんですけども、だから腸の言うことを聞こうというふうになってきましたね。腸が整うとこう好奇心で体の調子がいいので、脳があんまり発達してないから、少年時代のような感覚はまだ持ち続けるんですよね。なんかだからですね、なんかそう、だから腸が若いんでしょうね、若いというか、だから好奇心もそうですし、なんかエネルギーが全然衰えてないですよね、増してる感すらありますよ。なんかそれを自分では分からないんですけど、好奇心と体の若さっていうのは、やっぱ腸を大事にしたせいかなと思いますね。まあ、腸を大事にするというのは、体が容器に整うような食べ物をできる限り取るということですね。でということはこうオーバーしないということもつながると思うんですね。あそこはやっぱりそこか。うまいものを食べ過ぎる、はい、よく皆さんお肉とかうまいうまいってこう番組でものすごく取ってる方がいらっしゃいますけども、ね、はい、僕はそういう意味ではこうピタッと止まるって言いますかね、止めるっていう努力はしてますね。だから何気なく来たんではなくて、やっぱり一つ一つ考えると小さな歩くことや食べることや意識することや、本も読んでますよね。ああ、本当ですよね。映画もそうですし。本も読んでたりとか、で好奇心ありますね、やっぱ。その先生の、なんかそういうこれからの大きいじゃなくてもいい、まあもちろん大きいものでもいいですし、今目の前でもいいですけど、先生の好奇心の今なんか当たってるものって何です？どんなことでもいいんですけど。こういうことに今ちょっと夢中になってるとか、こういうことやってみたいんだよなって、どんなことでもいいですけど。好奇心、好奇心はあるんですよ。山登りたいとか、なんかこう、綺麗な人を見てみたいとか、男の人でも女でもそうなんですけどね。とにかく綺麗な人に出会いたいなって気持ちはありますね。それから、自然の中にこう、行きたい、じっといたいっていうかね、高い山や森の中に住みたい。もう一つ気持ちは、あそこ島に行きたい なって、宮古島とか石垣島とか、はいはい、離島ですね。そうそう、はい、ああいうところでこうなんか1週間過ごしてこう、いいですね。島の波音と森の匂いの中で生きていきたいなっていう感じがしますね。先生、島とかのなんかそういう経験はありそうですか？意外とそんなにないですか、長期間は。島っていうのはあんまりないですよね。だから本当石垣島とかはその向こうの島とかいうのには行ってみたい。あまり遠いとこは行かなくていいんですけど僕西表島とか行きましたよ。まあでもやっぱ良かったですね。ああ、そう、それくらいの島のは旅はしてみたい。まあ旅って言いますかね、旅はしたいですね。やっぱ旅、汽車に乗って、おっしゃってましたよね、汽車に乗って桜の周り、あれは大好きだからですね。まあそういう意味でのなぜかって言ったら好奇心が生まれるからですね。知らない街を撮ったり、知らない景色行ったり、知らない人に出会うと、はい、なんかすごい好奇心が湧くっていうか、若返るんじゃないですかね。いや本当ですよね。でもやっぱそういうものに意識的無意識的に先生触れてるというかね、多分向いてるから、やっぱりそのためにはこう歩けるっていう、そうか、そもそも歩けなくなると、本当動けなくなるとね、ダメですね。やっぱ、だから歩くっていうのは
とっても大切だなと思いますね、歩けるっていうのは。人間確かにそうですね、その動くもそうですし、ちょっと若干意味合い違いますけど、先生もね、このズームで、こうやって月1で収録させていただいてるときに、今日はそういうのはあんまりなかったですけど、先月も先々月も、やっぱり最近コロナ禍もあって人と会えてなかったから、あんまりその家族以外と話さないから、そもそも話せなく、あんまり話が弾ま、うまく話せなくなったっておっしゃって、そうそうそう。その辺もやっぱりなんか動くとか話すって当たり前ですけど、人間にとっては基本の動作ですよね。大事なんだなと思いましたね。なんか家にいると、本当、まあ家のね、家のものだったらあんまり話すことはなくなるんですよね。たら本当に声を出さなくて、月に1回楽神会と早川さんと喋ることで、なんか声を出してたのが、これは良くないことだなと思い始めました。だからそのために、月に1回ぐらい東京無理してでも行ってもいいんじゃないかな。そうですね。まあね、足を使って、ね。前だね、先週行ったんですけど、はい、なんと1万2000歩歩いてましたね。あ、すごい。1日1万歩でもすごいのに。結構くたくたになりましたね。だから6キロか7キロ、8キロぐらい歩いてるんです。はい。いやでも歩けてること自体がやっぱりねすごいなって。先生普段階段ですもんね、絶対ね、うん、その積み重ねも大きいですよね、きっと。だからやっぱもしも若くでおすすめは歩くことと、やっぱ筋肉、うん、まあ、心の部分は好奇心ですかね、失わないっていうか、はい、ちょっと幼いぐらいでも少年っぽくてもいいんじゃないかな、恥をかくぐらいね。確かにそうですよね。今その歩くの話で思いましたけど、先生も3年ぐらい前からずいぶん前に、ね、脳を鍛えるには運動しかないっていう、海外の方が書いた本なんかもね、紹介あ、そうですね、うん、やっぱりその辺まさにそうですよね、さっきの好奇心ですけど。いやそうですね、脳、あれは当たってると思いますね、うん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 、脳を鍛えるのはやっぱ運動ですね、うん、先生とあと3年経つともうこう過差重とか言われるんですよ。なんか80なんですね。うわ、本当想像つかないというか、全く見えないというか、もういい意味で先生年齢不詳ですね、もう。いやいや、それは関係ないんですけど、やっぱ80になると、よく免許をこう、こう、返すときってなんですけど、ありますよね。絶対返す前と思ってるんですよ。90ぐらいまで免許を運転するとか、そういうものには挑戦したいなと思ってますね。だからこうそういう意味での衰えの世界には入らないというかね、世間と一緒にはなりたくないってい う, こう強い意志がありま す,、ね、先生最後になんですけど、さっきね、言葉の中でやっぱり綺麗な人に出会いたいとか見たい、まあ、男性女性問わずありましたけど、はい、先生が考える綺麗美しいって何でしょうね、まあ、これだけで1テーマいけそうですけど、なんかね、なんかこう謙虚な人って言いますかね、謙虚な人が綺麗、美しい、謙虚な人ってやっぱ姿形が綺麗、瞳っていうか目がむろついてなくてシャンとしてる人はやっぱ綺麗だな、瞳が立つっていうかね、そういう感じの人がいらっしゃるんですよね。で、そういう人はやっぱ、うん、会うとすがすがしいし、まあ、自分もそういう人になりたいと思ってるんですけども、うん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 、だからそういう人たちとこうたくさん過ごしてみたいなと思いますね。まあ、そういう意味での綺麗な人のそばにいると、うん、やっぱ自分もこう元気になりますね、うんうん、まさにその清水のような人ですよね、そういう流れてる、綺麗に生きてきた人っている、いるもんだなと思いますよね、うんうん、汚れてない人っていうか、うん、だからなんか うまいものの世界に溺れた人はやっぱりなんか汚れてる感じがするんですね、うんうん、なんかお肉、うまいものばっかり食べることが生きがいのような人はね、はい、なんかあまり口が汚れるとそれとの人生が崩れるような感覚がしますね。全部関係やっぱありますね。ありますね。だから、うん、食べるっていうことはやっぱ少なくするから、うん、体にいいというよりも腸、肌をきれいにしたり脳をきれいにしたり、うん、便をきれいにしたりする食べ物を取り続けるっていうのは清潔感がありますね。そうか、そうですね。な、全部連動してるな、うん、だから、まあ、そういう意味では体臭が臭くないって言いますかね。いや本当そうですよね、先生おっしゃってますよね。あとちょっといいですか。大丈夫ですよ。私も本当手紙が来てたんですけど、はい、ある方からこうで来て、娘さんと一緒にこう断食をしたっていうんですね。毎日一日断食を何回かやったっていうんですね。ただそのお嬢さんが行ったトイレの後、前はこう普通通り便の匂いがしてたね。あ、はい、はい、で最近断食をしてその人が娘さんが優しくなって「おはよう」とか、うん、なんか「お伝えする」とか「お母さんありがとう」とかいう言葉を吐くようになって気がついたら、
トイレ、その人が行った後のトイレが臭くないって言うんですよ。連動してますね。やっぱ関係あるんですね。うん、で、一日断食で意識が変わったとは分からないけれども、明らかに体と感情がこう変わってきてる。うん、だからまず、その現象としては、うん、トイレが全然臭くない、うん、息が臭くない、体臭が薄くなったっていうことを言ってましたね。なって、そういう手紙が来たんですよ。へぇ。ありがとうございました。体臭が、だからこれからも、断食、3日断食やったり、1日断食して、うん、ちょっと何か、それからきれいに悟るということはないけれども、なんか、ありがとうと言えるようになったりとか、うん、優しくなったりとか、便、うん、がきれいになったっていうのは、みんな、言ってきてますね。でも本当にこう断食ってまさに先生がね、おっしゃってるそのオーバーしないとかともつながると思うんですけど、なんか最近僕も先生の断食は伺えてないですけど、できるだけ、まあ1日断食、3日断食もやらないんですけど、基本的に1日1食なんですよね。なんか半断食に近い。だそうすると、やっぱり、なんて言うんでしょう、いい意味で穏やかだし、なんて言うんでしょうね。やっぱなんか変わりますよね。なんかすべて。そうそう。そういう時にできる限り、おかゆか玄米にするといいですね。そうですね。というか、腸を整え、腸の期待に応えるという形をされるといいと思います、ね。腸、はい、の期待に応えるいい言葉ですね。うん。うん、いやありがとうございます。もう先生ね、本当はね、直接ね、毎年であれば、結構この誕生日の時にね、みんなで集まって、ね、お祝いもしてましたが、まあ来年はできるといいですね、みんなで。でも8月には東京で集まるっていうこと言ってますね。ああ、本当ですか。はい、来月ですかね、これで言えば。8月東京で集まって、まあ一応祝ってくれるっていうので、まあ、そういう誘いにはちゃんと乗るようにしてますね。ありがたいって。そのために歩ける足ですね。そうです。歩ける足。まあいい言葉ですね、はい。歩ける足を持たないといけないと思いますね。腸の期待に応え歩ける足を持つと。はい、こんな感じでよろしいでしょうか。はい。すごい。はい、さあ、この番組では引き続き北川先生のご質問、ご相談、感想をお待ちしております、うん。詳しくは北川八郎ホームページ、もしくはメールアドレス、北川アットマーク、hictus.jp、北川アットマーク、KIQ、アルファベットの Q、PS.jp までお寄せください。うん、さあ、そして、毎月、北川先生のご講が聞ける、楽神会も、また毎月やっております。リアル、そしてズームで、ご参加いただけますので、日程等は北川先生のホームページをご覧ください。さあそして、また感想ですね。来ているのを一つ紹介させていただきます。番組から生まれた、北川先生の音声プログラム、瞑想の基本と実践で、感想をいただいてますので、嬉しいので お伝えします。そうですね。瞑想をぜひ、4つの 5種類の瞑想テープ、はい、テープじゃなくて何かあるんですよね。そうですね、プログラムがありますので、ちょっと感想読みますね。KN さん、男性からいただいています、北川先生の人柄や考え方をご著書やポッドキャストでずっと聞いていたので、音声プログラムに対する安心感があり、ました、実際に、聞き始めてみると気分が落ち着いているとき、心がぐらついているとき、自分一人ではどうしようもなくなっている場合に中心に戻ってくる感覚になります。あ、いいですね。中心に戻ってくる感覚になります。そうですね。はい。そんなご感想いただいてます。KN さん、ありがとうございます。今、先生からもお話あったように、このプログラムではですね、まあ、そもそもね、瞑想とは何か、なぜ必要なのかから、具体的な方法、最適なタイミングや頻度に至るまで、北川先生の、直接の、ガイダンスで、お届けしています。5色の瞑想ありますので、ぜひこちらも、チェックしてみてください。詳しくは北川先生のホームページにこちらも案内がありますので、チェックしてみてください。ということで、北川八郎人生を変える出会い、今週も、お聞き、そしてご覧いただきありがとうございました。また来週も皆様にお耳にかかれるのを楽しみにしています。北川先生ありがとうございました。ありがとうございました。